生と初夫婦喧嘩。家計事情ばらさないで。昨年、12月に披露宴を行ってから初の公の場となった今年、1月。三浦翔平、30、は、妻、桐谷美玲、29、との新婚生活について、仲良くやってます。喧嘩もしていない。と、語っていたのだが、夫妻を知る芸能関係者によると、二人は最近、初の夫婦喧嘩をした。という。ことの発端は、三浦のラジオ番組、三浦翔平、イッツショータイムでのある発言だった。昨年、10月の放送回で三浦は、彼女と同棲を始めたら、給与全部渡してと言われ、月2万円のお小遣い制になった。というリスナーからの悩みを紹介。続けて、うちは完全別々。基本的には、俺全部やってるから、奥さん溜め込んでるよね。逆に小遣い制にしたいよ。と、家計事情を暴露したのだ。この放送回はネットでも大きな話題に。それを知った桐谷は、大きなショックを受けたという。彼女は後日、私も家賃や生活費を払ってる。私が、自分の稼ぎを自分だけに使っていると、世間から誤解されかねない。夫婦間の家計事情を勝手に話さないで、と、主張したそうです。三浦さんとしても、悪気がなかったため、なぜそこまで怒る?と、納得いかなかったのでしょう。だが、その後で三浦が、謝罪して仲直りし、夫婦円満に戻ったという。三浦さんは仲間との食事会に桐谷さんを連れて行っては、自慢の奥さんと、のろけているそうです。笑い。先日は佐々木希、31、渡部健、46、夫妻とお寿司を食べに行ったとか、独身時代はできなかった外食も今は、堂々とできるので楽しいみたいです。財布は別々でも、思いは一つに、愛を育んでほしい。